このコンテンツは音声だけでお送りします。それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は年長組の竹組さんでは現在の絵を描いていきました。1学期と比べて新旧当初の絵と比べて どのくらい大きくその描けるようになったかなって比べるのにもためにも今日描いていきました。で、竹組さんでは、好きな絵を描いていいよってお話しして、そのあるお友達が僕は宇宙の絵を描くんだってお話ししていたので、どんな絵になるのかなと思って楽しみにしていたんですけれど、それで完成品を見ると、この紙の中にこうぐるぐるって書いてあって、銀河系っていうんですかね、こうぐるぐるって書いてあって、ブラックホールだったり太陽だったり書いてあって、私もその銀河についてあんまり詳しくないので、これは何、これ何って聞いていったんですけれど、縦UY座とか、ベルテギウスとか、シリウス、あとそのベテルギウスの仲間とか、ケプラとかも書いてありました。で、その実際に調べてみると、本当にその言ってくれたやつがこう調べて出てきて、で、ケプラっていうのは、その探査機、望遠鏡ですか？それを、それも書いてあって、もうそのお友達もその成長も感じることができましたし、もちろんその他のお友達もたくさん成長を感じることができたんですけれど、その面白いお話を聞くことができて、今日も一日楽しくなりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ、動画への高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。